はい、こんちは、マリモです。ということで、今回もやっていきたいと思います。まあ、あのね、不快っていうやつは、もうね、昨夜倒されました。はい。ですがね、全然霧が止まなくて、ウィスパー曰く、別のところからね、強い気配が感じるらしいんですよ。ですので、その強い気配の正体をね、まあ暴きたいと思います。基本ね、移動はチャリです。すごい煙いね。あ、すいません。あー、もういつも俺は危ない。あとメンバーちょっとね、バクから雲外三面鏡に変えました。理由は雲外三面鏡の方が攻撃ができてね、役に立つからです。とりあえずね、鉄工所の方から出てる気配があるらしいんで、そっちへ向かいたいと思います。どうやって行くんだっけ？ここだっけ？ここやな。お前、何？マジ、破壊とか絶対強いだろ。負けぬもんか。こいつはただもんじゃねえっていうのだけは確かだから。まあとりあえず、倒せるかな。ただもんじゃねえってのは確かなんだよね。危な、危ねえ。やべえな。とりあえずカッパにいくらず、とりあえず犬、とりあえず4体攻撃することが大事かなと思う。もう今攻撃系を重視してるから、これじゃ攻撃系重視していかないと本当に強いでしょ。はい、じゃあ行きます。はい、結構もうないな。あとは耐え切るだけでいけるんじゃねえの？最大一撃。これが強い攻撃。え？お前、ちょっと待て。ちょっと待って。雲外三面鏡はいいや。雲外三面鏡はいいけど、こいつ、かつお節はちょっと復活してもらわないとちょっとあかんかもしれん。あ、倒れた。無駄に漢方使っただけじゃ。漢方は無駄に使うと、ちょっと漢方3000円だからね。もったいねえことした。いやー、漢方てか、この機械まだもう一つあったんだね。うん、全然そんな感じがしないんだけど。
本当？夕日が丘工場。うん、夕日が丘工場に行く前にちょっと回復させてお願い。回復が大事だからみんなね。うっ、こいつ速い、こいつ定まんじゃねえ、スピードが。本当はさ、このままさ行くのがいいんだろうけど、こいつ弱ってるから。キャッピーのところ、キャッピー、キューピー、いや、キャッピーはそれはオデッセイだ。キャッピーのところにね、回復。で、ついでに日記も書かせて。ありがとう。よし。皆さん、お待たせいたしました。で、漢方がね、もう一個しかないからな。一個しか。これで倒れてしまったら、まあ、とりあえず、また作戦会議だな。あ、開いた、開いた。本当にここにウバウネがいるの？そうだね。あ、そうだ、ふいにゃ、これ返しとくね。はい、牛乳瓶の蓋、大事なものなんでしょ。うん、行こう。あ、通れねえ。え、通れねえ、誰？あ、通れた。あ、どうすんのこれ。降りればいいのかな。どっから行ける？ここから行ける。待って、その前にこっち。なんか、あ、鉄のこけし、こけしなんてあんの。急がずにそっと。あいつにバレたくねえな。やば。バレる。くそ、バレた。バレたら、に、走っていくしかねえな。この、じゃ、逃げろ。うわ、よし。
なんか一応キューピーやーべえ、なんかラスボス臭がする。でもこっから長いやつか。まあね、マリオでいうクッパ城みたいな。やっぱりそっか、来るか。やっぱこいつらとバトルか。ん？何？わかった。お願い。奪うね。奪うね。そんなこと絶対にさせるもんか。なんか いきなりボス戦が始まっちゃったんで、まあもう ほぼみんな死ぬことを覚悟してやりましょう。多分今回は死ぬ回だな、確実に。確実に死ぬ回だっていうのをみんな理解しておいてね。こいつはただもんじゃねえな。何？やばいな。ダメな、こいつただもんじゃねえな。多分まだ無理だ。ちょっと出直したい。すっごく出直したい。この妖怪たちをちょっと最強に仕上げないとちょっとダメだな。こんなんじゃ多分ダメだ。やばいな。お願い、カツオ節回復しといて。くそー、こんなん絶対無理だろう。頑張ってみるけど。こいつら周りのやつは狙うっていう。うっそだろー、本当にうっそだろーんで。多分な、今回の試合は明らかに倒せねえ試合だな。うん、これは無理だ。そりゃ無理だわ。ドゥバウネが相手だもの。
あの犬死んでね。死んだ。もうアウトだ。お亡くなりになる。こんなん勝てるわけねえもんな。とりあえず。ダメだ。全然ダメージ入ってねえ。ダメだ。こんなんじゃダメだ。こいつらには力が足りねえな。こんなんじゃダメだ。いやー、どうすればいいのか。とりあえず帰るか。とりあえず一度未来に帰らせてくれ。一回未来に帰らせてくれ。ちょっと一度未来に行って準備をしないと。あ、すいません。確か三角公園だったよな。よし、何事もなく着いた。じゃあアップさせてくれ。こんなんじゃダメだ。さんが外にいる。あ、カツオ節がいる。とりあえず6000か。とりあえず回復アイテムがすっごく欲しいんだよね。とりあえず売るか、物。とりあえず、あの前お金になるって言ったこいつ、この鉄のこけしも売るんだけど、金のこけしもね、売ろうと思います。親方ダンベルとかさ、いろいろ高いさ装備とかも売っちゃいたいな。思い出の鈴、ウバブネって本家？まあいいや。とりあえずもうボス戦しかないので、この元祖ハチマキと本家ハチマキも売っちゃいたいと思います。まあ後々困らなそうなものをどんどん売ってます。思い出の鈴をどうするかどうかだよな。思い出の鈴も売っちゃいたいな。あとはそんなに高値じゃないんですよ。これだけが唯一高いんだよな。一番に安いよ。これは売っちゃいけない気がする。なんか売っちゃいけない気がするな。あとはこの本ね、この術の秘伝書とかさ、いろいろあるんだけど、この本も売っちゃおうかな。経験値玉、経験値玉使った方がいいね。売ります。術の秘伝書もう一個あったのか。妖術のランクを上げる。別にいっか。
こいつらね、こいつら術より足りないものは、こいつら術より足りないものがあるんですよ。それは、この、こいつらの HP の、いや、族をお邪魔の人多いな。じゃあ、12個あるんで11個売らせてください。2個売ります。まあ、財産やばいですよ。子供って実際に売っちゃいけないらしいです。今現在6万。6万あります。じゃあ買います。とりあえず、いくらおにぎりを1万円分買っておきますね。じゃあ33個、いくらおにぎりを買わせていただきます。じゃあ行きますよ。これで5万円です。おにぎりを33個食うってね。で、もう一つね、あれが欲しいんですよ。漢方。とりあえず、漢方屋に向かわないといけねえな。漢方屋で5万は使いたい。え？おいおい、それじゃ漢方買いに行けねえじゃねえか。どうしよう。この辺に漢方売ってるお店なんてあったっけ？漢方。ここは思い出屋だ。失礼します。おじさん。じゃあ買いましょう。漢方、苦い漢方売ってる。漢方屋さんにはまずいのしかなかった。苦いのがちゃんと売ってるじゃん。おお。どうしよう。苦い漢方を8個買うのとまずいの合わせていっぱい買うのってどっちがいいと思う？みんな。一応一回漢方で復活させて、そいつを後ろにやって、今だった時回復とかの方がいいのかな。だってぶっちゃけさ、あいつらのダメージって半分あってもさ、少ない HP でもさ一緒じゃね。半分以上さ、あいつらって攻撃してくんじゃん、ぶっちゃけ。じゃあこれをいっぱい買った方がいい気がしてきたな。じゃあ漢方16個買いましょう。が16個。漢方はね、多い方がいいな。確実に多い方がいい。よし、ありがとうちゃん。とりあえず過去に行くか。よし、じゃあワープさせてくれ。よし、アイテムは一応揃った。漢方が16個もあれば大丈夫だろう。おにぎりは33個、なんとかなるだろう。とりあえず時計屋のおっちゃんに会いに行こう。なんかあるな。この家の中に潜入できないか。お、ロックスターの衣装いつ使うんだこんな服。で、あ、落ちた。いや、こんなん当選もしてる。クソ野郎。落ちれる。出れる。あ、出れるか。あそこに当選もしてるやつがいた。よし、調子についたか。ありがとうございます。ということで、今回もここでお泊まりさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。では、さよなら。